糸崎君雄です。アートと権力という話をしようと思いますけども、これはね前回の動画の続きというかね、山口正人現代アートチャンネルというコンテンポラリーアーティストの山口正人さんが運営している、YouTube チャンネルで、アートと至上主義というタイトルの動画ですね。でそこで話されたことに対して、まあ、私が思いついたことをまた喋るということなんですよ。で、まあ、僕自身ね山口正人さんとは面識がなくて、まあ、YouTube を通してね、あこういう現代アートの人が YouTube やってるんだっていうことで山口正人さんを知っているので、ご本人にはもちろんお会いしたことはないんですけども、ただ面白いのはねこの山口さんのこのアートと至上主義という動画の中でね、知り合いの名前が出てきた、私の知り合いの名前が出てきたんですよ。でその下田さんっていうね私の知り合いが、あの山口正人さんの動画にコメントを、なんか書き込んできて、でそれについて答えるという形でこのアートと至上主義という動画を撮ったらしいんですよね。でそうすると、あ下田さんだったらよく知ってるよ、よく知ってるっていうかね、僕の展覧会とかあと講演会とかね話なんかよく聞きに来てくれる人 で下田さん自身はアーティストじゃないらしいんですけども、まあアートが好きで結構理屈をいろいろ言う人なんですよね。だからこの山口正人さんの現代アートチャンネルにもコメント欄ちらっと見たらね、下田さんが結構ね長文でね書き込んでるんですよね。っていうまあ関係がありますよと、いうことなんですよ。それで前回と同じくこのアートと至上主義というね山口正人さんの動画について取り上げますけども、この動画の後半の中でね、その人間の欲望について語られているんですよ。で山口正人さんがおっしゃるのは、その奈良の大仏や古代ローマの神殿、あとルネッサンスのとにかく巨大化する絵画や石像というのはどう考えても権力者の欲望だろうというふうにおっしゃるんですね。で当時の人もそのなんでこんなもん作ってるのかっていうね、こんなもん作るんだったら市民に豊かさを与えろよっていうね、そういう文句を言っていたに違いないし、その、まあ、非常に、巨大なものですからね、巨大で精巧なものですから、その、まあ、これ作ってる時にね死人だって出てるだろうというわけですよ。でそうやってその、近代以前の作品というのはその権力者の自己顕示欲ですね、権力欲、自己顕示欲が、具現化したものだと、そういう動機によって作られたものであるとね。でそうやってその、権力者の欲望、自己顕示欲で作られたものが100年、200年、1000年、経つうちにそれがアートとして人々の間に認知されるようになったというふうにして山口正人さんはおっしゃるんですね。で対して20世紀美術というのはその権力からも離れてるし、あと金銭的な価値だからアートと市場価値における市場価値というものも、離れて、まあ自由でいい時代でしたよねというような話をされていたんですよね。で、まあ、ここで僕があのなるほどなと思ったのは、そのまず権力批判なんですよね。権力批判の姿勢が前面にあるなというふうにして思うんですよ。でそうすると私の立場とはちょっと違うなっていうふうにして思うんですね。で最初に言ったこの動画の私の動画の今回のテーマですけども、このアートと権力というものですよね。でまあ、あのおしなべて今のアーティストっていうのは反権力志向なんですよ。でそれはまあ私がたびたび批判している岡本太郎ですね。岡本太郎がそもそも反権力志向なんですよね。で反権力で個人主義なんですよ。で伝統的なものっていうのはその権力なんだから、そんなものを、ぶっ壊せみたいなね、そういうことを
いうわけですよね。でその流れに山口正人さんはおられるように思えるんですけども、アートの歴史を遡るとね、そのアートと権力っていうのは非常に密接に結びついていたんですよね。だからそれはその、ちょっと原始美術のことは置いといて、この文明と美術ということで考えると、その美術と権力、アートと権力というものは最初から結びついていたというふうに思えるんですよね。だからそれはエジプト美術もそうだし、それ以前の古代メソポタミア美術ですね、あとあのエーゲ海のミケーネ文明とかね、そういうものっていうのは、だからそのエジプトのピラミッドとかね、スフィンクスとかね、あとピラミッドの内側の壮大な壁画とか、あれ全部国家プロジェクトですからね、個人の表現じゃないですからね。だから国家がその自らの国の国力を示すために美術を作るとね、権力の象徴が美術なわけですよ。だからその文明の発生論的に言うと、その原始時代っていうのは、その人間が100人から百数十人の群れに分かれていたわけですよね。でその、たくさんある群れを統合して、人を大勢集めて、そして大勢の力でその少人数じゃできないことをしようよっていうことで、農業をしたりとか、都市を作ってね、そういうふうにしてその人を集める力ですね、それに美術が使われたわけですよ、ね。立派なこう神像を、神様の像を作るとね、立派な神殿も作ると、そして立派な壁画で飾り立てると、これはすげえなっつってね、そういうところでこうみんながこう集まってくるわけですよね。そういうものがないと、いや俺は俺の自分の家族が大切だからっつってね、そうやってみんなバラバラになっちゃうんですよね。で僕は上野の東京国立博物館とかね、あとサントリー美術館とかで結構昔のいい展覧会やってるわけですよね。この前は東博で、桃山時代、安土桃山時代の展覧会、今もやってますけどね、それを見に行って随分感心しましたけども、サントリー美術館だと狩野英徳展とかね、あとなんだっけ、とにかくそういう展覧会ですね。あと、これも東博ですけど、ちょっと前に古代中国文明ですね、中国の古代文明ですね、これの展覧会、大規模なの、やりましたけど、これはすごかったですよね。でそうやってその近代以前の、美術ですね、古代美術ですね、そういうものを見てね、改めて思うのはね、その今は実はその、産業革命以降の時代っていうのは、つまりその人類のその頭脳のリソースが、工業製品であるとかね、今情報化時代ですけども、さまざまな技術に割かれているわけですよ、ね。でそういうことで相対的に美術の力が落ちてきているというふうにして思えるんですけども、その例えば古代中国なんていうのは、ね、自動車もないしね、もちろんスマホもないしね、何の技術もないので、その人間のその頭脳の力、技術の力が全部美術作品にこう集結してるわけですよね。だから中国、古代中国の展覧会でスマホみたいな、なんか石でできたスマホみたいな、ね、そういうなんかその王様の装飾品ですよね。そういうもの、王様貴族の装飾品ですよね。そういうものがあってね、なるほどねって思ったんですよね。だから昔はこういうふうにして美術にこう注ぎ込まれていた技術や知性ですね、頭脳ですね、そういうものが今はスマホとかに移り変わってるんだなっていうふうにして思ったわけなんですよね。だからその、僕らその近代以降に生まれた人間ですから、そうやってその美術というものが
他のものに技術に移り変わって衰退した時期に、それを前提としたその美術とは何かって考えても、アートとは何かって考えても、まあ、本質はつかめないと思うんですよね。で、もともとその、アートというのは権力と密接に結びついていたんだけども、まあ、言ってみれば権力の方でアートはもういらないよっていう風にして、ポイッとポイッと捨てられちゃったと言えるのかもしれないですよね。だからその昔は、だからそのアーティストっていうと、あの織田信長とかね、豊臣秀吉とかね、徳川家康とか、そういう人が雇っていたわけですよね。で、昨日のテーマだとアートの価値は誰が決めるのかという話をしていましたけど、それはだからその意味で言うと権力が決めるわけですよ、ね、で、やはり昔の権力者ってね、あの今の権力者と違って、その、まあ、教養が全然違うわけですよね。つまりその、まあ、昔ですからね、あの産業革命以前ですからね、だからその時の権力者っていうのは、そのつまり美術の教養もあるわけですよ、ね、で、この前だから桃山展東博で見ると、その織田信長の書からね、あの豊臣秀吉と徳川家康の書が3つ並んでましたけどね、まあものすごい字ですよね、書ですよね。で、やっぱり教養がないとこういう素晴らしい字っていうのは書けないし、自分で素晴らしいそういう書が書けるということは、他の人の字がうまいか下手かもよくわかるし、絵についてもそうなんですよね。で、権力者たるもの、その美術の良し悪しがちゃんとわからないといけないし、それにその、まあ、権力者に雇われる側 の、 そのアーティストも、そのこの作品がどれだけ素晴らしいのかというのをこう権力の側に説得するわけです。説得して説明するわけですよね。そしてもっと言うと教育するわけですよね。そしてまあ命がけでそれを行うわけですよ、命がけですからね。だからその、切腹した人もいるわけですよね。織田信長に切腹を命じられたわけですよね。ど忘れ、重要なところでど忘れしちゃったけど、切腹した人いましたよね。まあいいや、そういうことで、そうなんですよ。だからその今のアーティストが、現在のアーティストが、その、まあ、分かりやすく言うと岡本太郎以降のアーティストは権力批判をして、その権力批判をするのがそのアートの何かこう本質みたいなね、それってのはまあそのまあ盗作してるわけですよね、だからフロイトの言葉で言うと盗作してるわけですよね、それ自身がそのヒステリー症状であり乖離性障害だと今の私の認識だとそういうことになるんですけどね、というお話をさせていただきました。